4月18日。何の日かと言いますと、12年前に、入院した日ですね。ちびのすけを産むために入院して、で、あいつ18日に生まれるはずだったのに、生まれなくて2日間もがき苦しんだ、18日でございます。ということで、結構震災の時だったから、結構なんか濃厚にやっぱり忘れられないっていうかな、感じですね。濃厚に。なんかこう毎回3月に11日になると12年とかしてやったりとかするカウンターをこうやっていくじゃん。12年、13年とかやってくるから、なんかそれで、ああ、今年中、あ、まだ顔が痛い。今年中、2年なんだ、とか、13年なんだ、みたいな感じで、今年は12ですね。なんか、スタジオアリスの、あれでさ、13年記念、とかなんかが出てきて、なんか13マイリ?そんなのやるって知らないんですけど、みたいな。なんか一年早く前倒しでなんかそう、お祝いじゃん?だから。で、これ千引き屋っていうのは、ちょっと、じゃーん、ケーキを買ってきたので、あ、もう、ちびすけ、もうあいつうるさいからさ、あいつクッキーモンスター、ケーキ、もうケーキがあると、食べるみたいな感じで、もううるさいから先食べさせたよ、あいつ。これは?これも千引き屋。これも線引き。ちょっと、後で、ちょっと、まず、そういうことでですね、線引き屋で、お菓子を買って、お菓子、京橋線引き屋で、ケーキを買ってきたので、食べたいと思います。何を買ってきたかというと、人気ナンバーワンが、これよ。このなんかさ、こういうところ、こういうな細やかなところが、やっぱりなんか線引きやって感じよね、うん。これが人気ナンバーワンの、やつです。これが人気ナンバーワン。それで、これが人気ナンバーワンで、人気ナンバーツーがケーキ。ちょっとマジすっごくない?このケーキ1個こんなにちっちゃいのにこんなにどんなにちっちゃいか。うん。私、大きさをさ、なんかこう、大きさをどんだけ小さいかのあれをさ、やるのがすっげえ下手なんだよな。今なんか目の前に大きさがわかりそうなやつって。じゃあポカリが。あります。これは何百ミリ ?500ミリのポカリがあります。これわかんねえよ。わかんないな、この大きさ。ちょっと待ってみ。定規とかそんなもん持ってないよ。どうしよう。どうやって大きさを。マジ困んねえ、これ。大きさ。うず太郎連れてきて、うず太郎との大きさで。大きさを伝えるのがマジ難しいんだけど、ジョーがすごいケーキ評論家みたいだから詳しいと思うんだけど、これが人気ナンバー2のケーキです。フルーツケーキみたいな。これがね、断面が一個一個ショートケーキで、このね、ちっちゃいにもかかわらず、やっぱりこういうところにね、こだわりが、カットして全部に断面がこういう風にいちご感が出て、やっぱフルーツでしょ?なので、こう、このいちごがかなり価値がある。多分甘いと思いますよ。え、あのいちご、この千引き屋のこれがね、700円とか800円とかして、もうね、3つ買っただけで2000円とかするからさ、家族でみんなで1個ずつ
ちっちゃいやつだけこのプリンとかさ結構迷って、あいつチョコレートケーキがいいんだけど好きなんだけど、千疋屋のケーキでチョコレートってあんまりなんかどちらかというと生クリームがこうちょっとあってフルーツでみたいな感じなんで、フルーツタルトみたいなやつが主に売ってるからチョコではないから、なんかまあ3つ買っただけでさ2,500〜2,600円とかなんで、ちょっとマジに高いですよ。安くはない。ケーキの元々の値段がどれくらいなのか全くよくわかってないっていう全くよくわかってないっていう、うち結構ちびすけケーキホールのやつを ABC クッキングで作ってきたりとかするから、あんまり、でもカタログもらってきたんだけどさ、そのカタログ見るとワンホールのケーキがだいたい5,000〜6,000円ぐらいな感じでした。クリスマスケーキのあのヤオコとかさ、あの山崎とかのやつは多分3,500〜3,000円台だと思うんだけど、あれはマジ価値ないわ。一個だけね、東急の高木ベーカリーもあんま美味しくなくて、東急の A 賞だっけ B 賞だっけなんかどっちかのやつがすっごく美味しいって思ったケーキ、あの港未来だっけな、山下公園の近くの馬車道のあのケーキのところのやつが美味しかったですね。で、あの今日ちびのすけの、誕生日じゃないんだけどさ、とりあえず、正幸撲滅祈願のこの辺がケーキのさ、この辺のやっぱり高い値段を取るためには細かなところも高く、あの、こだわって値段を取るっていうさ、ね、なんか、ただ高いわけじゃないっていうのをね、私は伝えたいんですよ。ババアが、優待ババアとかがさ、なんでもかんでも優待券でとか、藤屋のとかさ、優待券でケーキで、一番なんか、ふっと思いつくのは、藤屋のケーキとか、パステルのケーキとか、まあ、パステルはもうちょっと、マシなんだろうけど、まあ、こういうなんかケーキでもうほんのこれだけでもちょっと価値ありそうな、これだいたいね、あのホテルのラウンジとかのケーキセットで出てくるようなケーキなのよ。これがだいたいこういうやつがホテルで出てくるのよ。ホテルで多分外注してんじゃねえかなと思うんだけど、ホテルのケーキセットってだいたい本当にこんなちっちゃい、まあ、でも、いちご見ればかね、そんな大したいちごでもない、大きさ的にそんな、大きくもないいちごで、いちごの大きさは、イエモンのキャップと比べて、大した感じ、大きさでもないやつに、このケーキみたいな感じだからさ、そんなに、大きさもちっちゃいし、これに多分紅茶とかコーヒーとかつけて2,000円ぐらいするんだよ、ケーキセット。だからもう値段的にはさ、なんでって思うかもしれないけど、まずこのケーキが700〜800円するっていう物価をね、理解していただきたい。これで、それプラス場所代プラス、まあ、コーヒーが1,000円みたいな感じで2,000円とか2,500円とかするんだよ。この間確か帝国ホテルじゃなくてシェラトンで2,500円とかです。ええー、って思ったけど、多分値上がりしてんだろうね。私がよくホテルとかでさ、なんか利用してた時は2,000円ぐらいで、帝国ホテルで2,000円ぐらいだったの。だけど、ケーキセットね。だけど、値上がりして2,500円とか、だから2,500円だから、ペアでああいうのって一人だけ2,500円で、ケーキセットで、食べるわけじゃないから、2個頼むから5,000円するんだよ。たかが1時間のお見合いのために。だから、ちょっとあれ、お見合い自体はね、だそれを出した出さないとかで恩着せがましく思われるっていうところが、まず間違ってるから、最初の初対面のさ、お見合いごときに5,000円も出すのもったいないから、自社で、なんかお見合いスペースみたいなさ、ただのなんか、おりゃいいんじゃないの？面談室みたいなところがあれば。で、そこでなんか面会して、で、この人とだったらお茶飲み行って OK みたいな感じだったらさ、行くみたいな感じにシステムにすりゃいいんじゃねえのって思うんだけど。
で、まあこれが、まあナンバーワンとナンバーツーで、うん、私深夜帯になると意外とちょっと、食べれたりとかするから、それちょっと、もう全然なんかこう日中の段階ではね、あんまりなんかこうケーキを食べたいとか、もうご飯食べた後にケーキなんかね、もうご飯でお腹いっぱいだからさ、そんなに食べたくないって感じなんだけど、ケーキを食べたいと思います。あ、今日はもうだからマサイキ撃退。もう悪は滅びるんだね、結局悪は。悪は滅びるんだよ。だってさ、自分が明らかにさ、悪いこと、不義理なことをやってるっていうのはさ、全体的に体で覚えてるわけじゃん。私に散々さ、お世話になったっていうのはちょっとあれだけどさ、そんな悪い人じゃないのにさ、ここまでカスカスに言うかお前は、みたいな、何あいつって思ったんだけどさ、やっぱり悪は滅びたわ。よかった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 。うん。なんかこれアマゾンの箱がなんかちょっと、あれだから、そうするとちょっと、千引き屋の箱、銀座千引き屋ってか、京橋千引き屋。これをいかに、だからね、ちょっと、婚活のね、女子もね、こう、ケーキを食べる練習をした方がいい、しといた方がいいと思う。この、ケーキ。これくらいの量のケーキがちょうどいいな。あ、いちごの味がね、ものすごい引き立ってる。ものすっごいいちご。もうさすが。マジに。すごいよ、これ。クリスマスケーキのワンホールの中に入ってるいちごが、全部じゃない。今もうほとんど山崎とかのやつは、こういう生のいちごじゃなくて、ジャムみたいなやつで、なんちゃっていちごありますよ、系なんだけど、ちゃんと生のいちごで、しかも粒がでかくて、ね、生クリームがむちゃくちゃ甘くなくて、むちゃくちゃって言ったから甘いのかよって思うじゃん。生クリームがいちごの味を殺さない、絶妙な感じ。そして、このきめの細かいスポンジ、わかります？私もね、ケーキとか作ったりとかするんで、このきめの細かいさ、これがね、よくほら、手作りケーキセットでさ、あんまり料理できないお母さんがさ、子供生クリームもできたやつ、で、スポンジもできたやつ、で、ケーキ、手作りのケーキねーとか言ってね、ちゃーってやるだけの、デコレーション自体もセンスがないから下手くそみたいな、あれのさ、スポンジと全然違うんだよ。トップバリューで300円ぐらいで売ってるスポンジの味と。全然違う。これ、こういうような味がね、アトリエうかいの、うかい亭のさ、うかい亭ってご存知ですか？八王子のうかい亭なんだけどさ、アトリエうかいに、これもう手でつまんでる段階でもうこれもう婚活だってダメだよね。これ、いやでもカットの断面とかを見たいんだよ、このいちごの。どういうふうにこうカットするのか。こういちご自体を触っちゃうとさ、いちごの鮮度がダメになって、表面にちょっとでも痛みが出てきたらケーキの価値なくなるから、このトップに飾るやつのこのカッティングは結構大変だと思うよ、これ。いちごが美味しい。アトリウム会っていう八王子の鉄板焼きの日本料理って寿司じゃないんだよ。和食とかじゃないんだよ。日本料理ってフランスとかあっちの方に行くと、おそらくドバイ行ったことないんだけど、ドバイはね、フランスとかそっちの方で日本料理って言うと、鉄板焼きの店を日本料理っていうさ、カテゴリーに出てくるわけね。で、鉄板焼きって本当になんかちょっとお好み焼きですかとか、もんじゃ焼きですかみたいな感じの鉄板があって、その鉄板で、
なんか海鮮とか肉とかもうえらい高級なやつをマンツーマンで焼いてくれるやつ、あれが高級な高級な日本料理っていうさ、なんかびっくりしちゃった。えこれみたいな、え寿司じゃねえのって思った。海外でよく出てくる寿司ってなんかさ、なんだろう、カリフォルニアロールみたいな、ちょっとかなり勘違いしてる。創作のさ、あの巻き寿司の方なんだよね。オーストラリアかなんかのさ寿司、あれはマジね斬新。いやまあまあ、だからあのだから巻き寿司みたいな感じの寿司、ジャパニーズ寿司とか言ってもうすっげえ勘違いをかましたやつが出てくるからびっくりするんだよ。あれもうあんだけ私がなぜするオーストラリア最初にあの英語をこれは学ばないと世界に行っても喋れないなと思って、まあ、結構初めの頃に行ってたのがオーストラリアだったんだけど、そのオーストラリアに行った時に食べ物がすっごいまずすぎて、この国は無理だと。気候もね日本と全く逆だから、サンタがあのサーフィン乗ってるみたいな感じのやつで、もうここの国は絶対無理だみたいな感じだと思ったところが、実は今すごいなんかいいみたいな、日本からの移住者がすごく多くて暮らしやすいみたいな。日本と全く気候が逆だから、あのなんかそれをなんかこう、もう理解しちゃえば四季があって過ごしやすいみたいな感じ。でも、ね、変だよ。ただこう日本とオーストラリアを行き来しようとすると、今ぐらいの時期だったらそんなになんか温度差ないと思うけど、こっちがさ夏の時に向こう行こうとすると、向こうは真冬であの寒い、でもこっちがクソ寒い時は向こうがクソ暑いみたいな感じだから、季節が真逆だから、その辺がちょっともう行き来はしない方がいいかなって思ったりとかしてるんですが、私はちょっとあそこの国は無理だなみたいな感じで思ってるんですけどね。いやケーキの味だよ。これは美味しいよ。本当に美味しい。でも2個食べれるかって言ったらちょっと無理だね。結構もう甘い。甘い。甘いけど、まあ、やっぱ誕生日はケーキだからね。500円ちっちゃいの。いちごが、素晴らしいね。こういうなんかさ、やっぱババになったらさ、こういうなんかさ、やっぱさ、ちょっといいものをさ、ちょっとだけ食べてさ、あ、美味しいわ、みたいな。もう量をがっつり食べてさ、ワンホール不二家のケーキ食べてさ、どやとか言うのも、ちょっともう、ちょっと卒業だよ。うん。うわ。あ、そうか。だから、うかい系に行こうかと思ってたんだけど、ここら辺、鉄板のうかいもあるし、豆腐解析の回もあるし、結構ねいいんですけど、もうコロナの影響で閉店時間とかラストオーダーの時間が早すぎて、ちびすけ帰ってくるから行けないんだよ。たかが誕生日ぐらいで練習休むなんてさ、発想がないからさ、アスリートってほんと練習がいかに毎日ちゃんと真面目に練習するかどうかっていうマインドがすごい重要になってくるからさ、ああ美味しいな。で私はコーヒーとか飲まないので、本日は緑茶。あ、痛い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 。今日は一日中っつっても、まあ午後からだったんだけど、医者だよ、医者のはしごだよ。あまりにも、これ本当に痛いんですけど、本当骨とか折れてないんですかとか言って、先生に言ったら、いやーまあ骨が骨折してる場合があるから、もしそんなに痛いんだったら、レントゲンで見る限りには、典型的な打ち身って感じなんですけど、かなんか言われちゃってさ、そんなに痛いんだったら、MRI 行きますかとか言われて、
MRI って、この辺、そこの医者にはないらしくて。あ、そういえばよく思い出した、MRI ね。あれ私、閉所恐怖症の人からすると、MRI は無理よ。あれはもうね、無理よ。閉所恐怖症ってわかる？もう私、エジプトとか行っても、ピラミッドの中に入れなかったんだよ。怖すぎて。あ、もう閉じ込められそうでさ、マジ無理。もう息とかできなくなっちゃうんだもん。もう本当に無理だよ。人が一人やっと入れるぐらいな。で、エジプトってそうでしょ？で、もともとの、古代エジプト人みたいな人たちって小柄だから、私結構でかいからさ、もうカツカツじゃん。もう絶対なんかあったらもう逃げられない。結構悪夢の中で、ピラミッドの中に行かなきゃいけないみたいなシチュエーションも、一回ぐらいあったような気がする。もう最近なんか悪夢のバリエーションが尽きてきたみたいで、結構もう勝ち組モードだよね。なんかどうやってそれを乗り越えるかっていうか、もうネタ尽きたでしょみたいな。ありとあらゆる悪夢を見まくって、もう自分の中でもバリエーションがもう尽きてるから、もうなんか怖くないみたいな。もう大丈夫。今ちょっともう私打ち勝ったよ、悪夢に。食べます。フルーツの味が美味しい。アンディのケーキもあったんだけど、アンディはね、もうどこにでもあるから面白くねえなと思って。センビガの方がいいかなと思って。これはまあちょっと食べられないな。お誕生日おめでとうございます。で、いろいろ開封。なんか伊右衛門が今日は美味しく感じる。しばらくずっと緑茶飲んでなかったから、伊右衛門が超美味しく感じる。千疋屋の、なんだろう、なんだろう、なんかクビになってやめて、なんかお菓子を、うちなんかお菓子死ぬほどある。ご家族で食べれるお菓子を、うちなんかいっぱいあるけど、お前なんか絶対やんねえよって。やんねえよって。えんだよ。買わずともうちには菓子がいっぱいあんだぞ、と思ったんだけど、お前になんか誰がやるか。うべいに、お前に食わせるタンミンは似合うっけな。あー、でもほんと辛かった。嫌だった。ムカついた。悪が滅びる。あれ？これ誰叫んだろう。なんかさ、なんか悪が滅びるとか言ってる割には、なんか猿ですか、あなたっていう。マジなんかちょっとこれすげえ大変なんだけど、飲んでおかねえの？飲んでおかねえの？千疋屋の。あ、開いた。開いた。ちょっと立て付けが悪い。たかじゃないよ、これ。開いた。今、結構握力ないからさ。千疋屋の、みかん作りのプロが作った自信の一品。うわ、これすっげえうずらのさ、水飲みにちょうど良さそうな。いや、そういう感想ですか？みたいな。冷やさなきゃいけないの、速攻。なんかもうすでに。あ、これ超なんかうずらの、うずらが水、うずらにあげる水に、すげえいいな、これ。うずらの水。それしか出てこないの、うずらって。あいつらも4月20日誕生日だから、今、まさに1年前の今頃は、開けてみる。1年前の今頃は、これ理想的な感じ。おー、ちょっとワクワクすんね、これ。ちびすけに見せてあげよう。はい。で、お誕生日プレゼントみたいなのを結構、いただいて、
痛い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 。これじゃ、うず太郎乗せたら怒られっかな。うず太郎乗せたら怒られっかな。痛い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 。あとは、なんだろう。ノートみたいなやつかな。ノートみたいなやつ。クリアファイルとノートみたいなやつ。じゃーん。なんだい？なんだい？なんだい？ホリデーズミでーす。ホリデーズミでーす。イッホー！皆さん。さくらじゃねえよ。またこれなんだこれ。しかも500円もする。空塗るバスボール。ウーパールーパーシークレット猫。これさ、ポケモンカード開封してる人がいてさ、ポケモンカード一個ずつグラム測ってんの。え、そういう世界だったのって。うちら便所で開封してたわ。ごめん、みたいな。え、そして、え、ちょっと、値段。これな、黒子が買ってきたんだよ、プレゼントに。うん。アヒル。これ、うず太郎に見せたら超なんかビビんだろうな。そして、こちら。あ、もうあいつが変な。ここ知ってる？呼び込みくん。すごくない？呼び込みくん。パパー、パパパパー、パパー、パパパパー、パパパパパー、パパパパパー。あ、ちょっと待って。ごめん。お前覚えていながらやって。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。パパー、パパパパー、パパー、パパパパー、パパパパパー、パパーって、こう、そういうやつです。知ってますか？皆さん知ってますか？呼び込みくん。うん。もう、本当に。あとは、なんかお菓子とかを。あ、かわいい。パンダのお菓子を。おお、ウーパールーパーだ。ウーパールーパーだ。ウーパールーパー。すげえ、これそうだよね。オオサンショウウオ。オオサンショウウオって、なんかすごいナマコみたいなやつだね。のべーっとしたやつ。あれもちょっと買いたかったんだよな。オオサンショウウオ。すみだ水族館の、あっちの、京都の方の水族館で、オオサンショウウオ。オオサンショウウオ。はい、これプレゼント。ね。それから、あとは、うちみらしいよ、私のこの、こんなに痛いのに。MRI に入りますかとか言って、絶対無理だからさ。あ、それで、MRI、あ、いいです、って断ってきたって言ったの、黒子に。そしたらさ、いや、お前バカ、MRI ってめっちゃ高いんだよって言われてさ、そんなのただのうちみだから、そんなのね、取る必要ないよって言ってた。え、そんな高いの MRI って、って今日のレントゲン代とか、3000いくらって来られたけどさ、え、そんなあれじゃないとか言って。もうなんかババアが一回こけただけで3000円とか取られんだよ。これまだ来週。で、あとまだ薬取ってきてないからさ、薬取ったりしたら5000円とかかんで、ね、一コケ5000円だよ。なんか雨のたびにこけてるような気がするマジに。超やばくない？でもね、ストレスだったんだよ、ストレス。ストレス、マジに。その短足のさ、マサイキを見かけちゃったからさ、土曜日。多分、あいつマサイキだと思うな。本当にいい大人がさ、いい大人がさ、ちょろんこちょろんこ逃げ上がってさ、もうなんかさ、お前ほんと人間力ないよなって、
いう感じ。本当に人間力ないやつはゲロが出そうなくらい嫌いだわ。本当なんかこいつ、もう人のさ、子供の上に立つようなさ、子供に教えるとかさ、子供の上に立つような人間はさ、しかもお手本になるようなやつじゃない、人間力がなさすぎるやつがさ、子供の上に立つとか、マジゲロ吐きたくなるくらいなんかまあ、恐ろしいわ、マジに。もうほんと、子供に関わってほしくないわ。ほんと、延期ってよかった。こちら、ポッカレモン。これはね、ちびすけが ABC クッキングで、なんかね、なんかなんだったっけな。イギリスのフィッシュ&チップスだっけな。作った時に、今回のおまけはポッカレモンでしたね。ポッカレモンとこちら。私レモン好きじゃないんだよ。なんかこれいただきました。はい。いただき物を今紹介しております。あと友達から、アクロバッターいただきました。それからあとは、アマゾンの箱で、なんか、もうマジに心配してたんだよ。私、友達が、彼が、お手紙を書いても、なかなか返信がなく、どうしたんだろうって思ったら、なんか、お届け物です。お届け物です。いや、検証はね、なんかストップしてんだけど、何にも来ないっていう。ただね、カゴメの当選とか、なんかツイッター検証とかの、なんかビオレのサンプルみたいなやつみたいな、ビオレっていうか顔のサンプルみたいなやつとか、あとなんだったっけな、なんかツイッターのグリコのアーモンド効果。あれ、くそまずいんだよね。本当に。あと、サンプル百貨店のやつ、あれも書かなきゃいけないんだよ。レビュー。で、サンプル百貨店のリアルサンプリングにも当たって、ちゃんと送料払ったから、あと医薬品のも回答したし、今回はちゃんとできてっかな、みたいな。まあ、あんまり、こう、わかりやすく検証の当選みたいなやつはビスケットの日以降なんか音信不通みたいになってるけど、でもまあ、まあ、って感じ。おー、まあ、これはプレゼントです。こちら。開封。プレゼント開封の儀。かわいい。お菓子。こうやってお菓子だって、これ何？かわいい。ユニコーンだ。ちびすけ、喜ぶな。ちょっと、隠しとこう、当日まで。誕生日を、のプレゼントを、誕生日当日どうしようかと思って、迂回亭でご飯食べるか、ちゃんと家にいた方がいいのか、その辺がちょっと。おにぎりせんべい。これは、おにぎりせんべい、おにぎり。これ、うちの方は歌舞伎揚げなんだよね。このフォルム。このフォルム、うちの方では、これは歌舞伎揚げなんだけど、これはどこの？三重県のおにぎりせんべいでございます。三重県のおにぎりせんべいでございます。え、それから、お誕生日カードか。お誕生日カードだ。やったー。お誕生日カードだ。あ、痛い。本当に痛いんだよ。こんなに痛いのに MR は行かなくていいのかよって。いやー、ただの打ち身。ほんと、こけたら怖いね。ちょっとお誕生日カード。お誕生日カードだ。やった、お誕生日カードだ。お誕生日なので、猫が。あ、すげー、飛び切りの服が来ますようにって。お誕生日なので、って、猫のカードが。入ってました。ありがとう。キビスケに見せます。それから、何これ？わかるかな、ふりかけ。あ、すっげえ、まだね、もうマジに私、ポケモンさ、がこんなになんか二十何年間もさ、ポケモンがさ、20年以上ポケモンがさ、こんなになんかの、第一線を張るとは思わなかった。スタジオアリスで、ポケモンの、
あの着物とか見た時にむちゃくちゃなんかあの嬉しかったよ。ピカチュウはダイエットに成功してあの結婚もしてるからね。ピカチュウの女バージョンとこの尻尾があのハートなのがピカコで、あのこれはピカチュウっていう男だからさ、なんかそんなことも知らなかった。マジにすごいピカチュウがあのこんだけ出世したのはね嬉しいですね。そしてじゃん、なんだこれは、はあ、ハムスターもなか、ハムスターもなか、ハリネズミもなかじゃないってところが、ハムスターもなか、ハムスターもなかです。すごいハムスターもなか、なんか食べづらいじゃんね。結構あのハリネズミのあのアカウントでは意外となんかあのハムスターの人とかもいたりして、なんかねちょっと仲間みたいな感じ。そしてこれはあのお菓子です。アノンって書いてある。あと何これ、ほらね、お菓子いっぱいあるでしょう。だしいろんな人からお菓子いっぱいもらうんだよ。マジにうちお菓子すっごいいっぱいあるんだ。いろいろお菓子マジにいっぱいあるんだよ。買わなくてもいいぐらいお菓子はね、あの すぐにでも人にあげられるぐらいお菓子はあるんだけどさ、買わずともお菓子はいっぱいありますよ。お菓子花のゆかり、花のゆかりって何だ、なんかすごい高級そうなお菓子だこれ。すごい、なんだろうこれ、生菓子、うわー、あのなんか吹き寄せ絶対買いたくなってきたマジに。あ、買わなくても菓子はあるとかえばってるくせに菓子買うのかよ、いっぱいいろいろいただいたので、ちびのすけの誕生日、あとはビスケットの日の、あの一個一個テーブルきれいにして、ちょっとテーブル今バーっていっぱいあるからそれをきれいにして、ビスケットの日1泊目2泊目3泊目ってやらなきゃいけないの。全然なんかそんな時間もなくて、もう時間はね作るしかないんだよ。その前にヤマパンのさ秋のやつが当たってるから、それもなんか結構菓子箱いっぱいで、だから今日はね、もうお祝いだから、今日なんでこんなにみんなにお菓子配ってんのって、いやもうお菓子の詰め合わせをいっぱい作ってっていうか、まあ作って配って、でなんかあんのみたいな、あの誕生日だから配ってんのってなんか思われてるかもしれないんですけど、いやあの今日はなんて祝賀会なんでって言って、祝賀会って何の祝賀会ってのは言えないわけさ。なもう大っ嫌いな、もうあの正幸が成敗された日だからさ、やったーみたいな、もうだってもう絶対さ、あんなさ40過ぎたさ腹の出たさちんちくり、あ言っあんな、そう、あんま言わないほうがいいの。じじいなんかさ、絶対再就職なんか絶対ないからさ、絶対、栄転とかなんか絶対ないわけだからさ、もう絶対うちのさ、ちびすけ様をさ、失ったことがさ、絶対なんかさ、後々絶対後悔させてやるとか言ってて、もうあのね、マインドを常にプラスに持っていかなきゃいけない。もう結構大変だったんだよ。何年今2024年になったの ?2023 年?今何年なんだか覚えてないっていうのがちょっとあれなんだけど、一時本当になんか6月の末とかなんかは、でもちびすけ毎日涙ボロボロボロって出たりとか、あとなんか思い出すだけで体中に帯状疱疹が出たりとか、結構ちびすけってね、あんまりなんかこう言わないか喋んないタイプだから、結構体に溜めちゃうタイプなのね。私は結構なんかの、こう発散して言って発散するタイプだから、結構なんかの、いいんだけど、いやでもね、私は眠れなかったね。だから、その悪夢を見る薬をずっと飲んで、寝てたから、あれから、どれくらい?10ヶ月か4月だから、
ああ、そうですか、そうですか。確か6月17日とか、それくらいにひどい目にあったんで、成敗されるまで10ヶ月間、ああ、苦しんだわ、確かに。あの、薬をですね、ちょっと、薬で悪夢を見るっていう眠剤を飲んで、もう毎日悪夢だったよ。もう最初の頃のさ、その悪夢のバリエーションが、まあまあ、なんかリアリティがあってさ、悪夢を楽しんでたんだよ。なんかいろいろなんか身近な人が出てきて、それなんか最初はさ、なんかトイレに行きたいけど、トイレ全部、あの、いっぱい、うんこいっぱいみたいな感じの夢から始まって、もうなんかすごいなんか、いろんなありとあらゆる嫌な夢を見たんだけど、最近はでもネタが尽きてきて、だんだんなんかその、ねね、今日の悪魔なんだろうみたいな感じでさ、ネタが尽きてきてきたからいいんだけどさ、いや、なんかこういうなんかポジティブな、マインドは見習っていただきたいかなと。本当になんかあの、悪が滅びるみたいな。いや、ほんと辛かったんだよ。だからこれを踏まえてですね、ぜひあの、昨年の6月の中旬以降ぐらい、まあほら、風邪ひいて、そうね、ちびのすけの動画だとすると、ちょうど、事件が起こったのは、事件が起こった日は、私風邪ひいて体調悪い時で、で、ちびのすけの動画で言うと、ショートで、なんかマイファミリー、ドラマ自体見てないんだけど、マイファミリーっていうのの唐沢家だっけな、なんか、ちょっと名前すら覚えてない、二宮さんの、さ、あれ、マイファミリーって二宮さんだよね。マイファミリーのドラマのロケ地の、あの、豪邸をショートで、近所だから、ぐーって撮って、その後、もう最悪な事件が起きてるわけだから、あれの日の翌日ぐらいからもう速攻もう大変な感じだったからさ、で、あと参院選とかもあったな、うん、あったな、うん、なんかもう結構渋谷とかにさ、もう速攻行ってさ、もう頼りになるさ、なんか渋谷に行って、NHK の横とか、あんま言えないんだけどさ、行ってさ、もう即さ、ご相談したりさ、すごい大変だったんだよな。あの時参院選だったんだよな。でもなんか参院選で、もうこういう嫌なことがある時って、何かに没頭しなきゃいけないと思って、だなんかポスターを貼るボランティアとかをやったんだよね。ちょうど募集してた田村さんと、まあ、小宮山宏はね、全然なんか戦力みたいな感じで見てくれてなかったから、ちょっとなんか、ねえ、どうなんだろう。今回の渋谷とかも。まあまあ、でも人の不幸を願うよりは、まあ、あんだけ頑張ってるんだったら、まあね、頑張れよって感じ。なんか嫌がらせとかを受けたわけではないからさ、ただなんか戦力外と認定されてる感じ。子供いるからさ、まあ、自分のために頑張るよりは、子供のためになんとか、なんか時間を使った方がいいですよみたいな、なんか遠慮みたいな感じのしてるっぽい感じ。それかなんかもう普通にさ、ボランティアでも若いお姉ちゃんの方がいいみたいな感じでさ、あの思われてたのかよくわかんないけど、でもなんかすごいなんか頑張って、私はなんか町田とかさ、貼ってたよ。いや、まあ頑張っていただきたいかなと。あと田村さんとかね、すごいなんか、その後とかもやっぱり一応さ、頑張って活動してるからさ、その後とかもいつかどこの自治体で出るかわかんないけど、また選挙がある時があったら、またポスターとかのボランティアして貼ったりしたいなと。で、あと私なんかがもう、なんていうのかな、社会にちょっとでもなんか外に出ようかなと思っただけで相当な嫌がらせを受けたわけだから、今ちょうどあの女子党から出てる N 国のさ、女子党から出てる、あのなんか子供がいますよで、シングルマザーですよ、みたいな感じで出てる人とか、あと、妊娠出産です、みたいな。あれ、すごいね、バラエティが。私、あんまり知らなかったんだけど、今日出産した人、4月17日に産んだ人、
立候補してだよ。立候補してる人が出産って、どういうことみたいな。立候補して出産だよ。ものすげえよね。ものすげえなと思って。立候補して出産のがものすごいなんかあれだなと思って。で、立候補してるのに出産だから活動できないんじゃないのみたいな。なんか世の中変わったなって。だから本当に子供がいるだけで、なんかやろうと思っても、なんかこう、ちょっとどっか行こうとか、行こうっていうかなんだろう。私なんか株主総会に行って子供と行っただけで、なんか相当なんか、やいのやいの言われたわけだから、もう選挙活動なんかやる、選挙活動をやってるだけで、自走呼ばれたとかね。わかるわ、それ、マジに、って。それもなんか、老害がよくやる手だからさ、マジに。自分のことが嫌いなんだから、何を考えてそう至るのか、自分の尺度でさ、考えてくれやつっているからさ、子供だってね、意志があるんでね、嫌だと思ったら泣くからさ、泣かないでいるってことはさ、そんなに嫌でもないっていうか、親と一緒にいた方がいいんだよ。保育園とかあんまりなんか早くから、生まれてすぐから保育園に入れるんだったら子供なんか産まない方がいいわけで、もう本当に生まれてから3歳ぐらいまで顔毎日変わるからね。本当に。それでなんか毎日一緒にいるだけで虐待とか言われたらさ、やってらんねえよ、マジにって思ったから、ああいうなんか子供もなんかこう、子供が小さい。まだ未だになって私なんかさ、ポスターとか子供と一緒にポスターとか貼るだけでもなんか、すごいなんか、労働みたいな、なんか、虐待とか言われるからね、まあ、ありえねえだろ、みたいな。お金とか一切もらってないわけだから、労働じゃないでしょ、みたいな。で、キャッキャッ言いながら、あれって、説教のポスターって、二人組になって貼る方が効率良かったりとかするんだよ。私が運転して、その場所とかを、なんかこう、なんか行ってる間にまた次の場所を、あれ、だんだんやってくるとさ、やってるとさ、コツがつかめてきたりとかして来るんだけど、なんかこうで貼る人、車の中でウェイトする人っていうので分けてこう やったりとかで、貼ってるうちになんかさ、こうなんだろう、結構なんかこう没頭してくると結構面白かったりとかするんだよ、うん、で自分のできる範囲でしかやらないから、別に仕事とかなんかこう重責を負ってまでやってるわけでもないから、こう一緒にいて、一緒に動いて、一緒に何かの目的を達成するっていうことの一つとしてやってるだけだからさ、なんか、あれをなんか何でもかんでもなんかもう悪く言ってくる、老害がいるんだよ。もうマジで。なんかね、いっぱいね、プレゼントは、ちびすけの誕生日の時に、なんか置いとこう。うん、もう私はね、あげちゃったんだけどさ、誕生日のプレゼント、うん、なんか子供と一緒にいて、なんか子供が楽しそうにさ、それでもやっててもさ、なんか老害はさ、なんだろう、なんか通報みたいな感じするからさ、本当ムカつくんだよ。なんか意味わかんない、マジに。うちだったら乳児とかで母乳をあげながら選挙活動してる人とかいたけど、私なんかは母乳とかじゃなくて、もう子供が歩きますよって、2歳過ぎてからだからね、歩けて、でもなんかこう電車とかこうなんだろう、外出るときってちょっとなんか交通のさ、なんか信号とかでさ飛び出したら嫌だなとか思うから、とりあえずベビーカー乗っとこうかみたいな感じでベビーカーに乗せてたぐらいのさ、末期ぐらいな感じの時でもさ、なんかすっごい嫌がらせをされたとかさ、もうなんかもう本当にだから、ああいうの嫌がらせをやったやつって、そういうのって全部自分に返ってくるから、絶対なんか後からこうジジイになった時に車椅子かなんかになって、後でなんか苦しむみたいな、まあそれがジジイなんだかババアなんだか、やったやつが誰なのか 100% わからないから何とも言えないけど、なんかね、折りたたみベビーカーとかで、なんかな、こう、気を使ってやっぱりさ、その、端の方にさ、折りたたんで置いとくとさ、ホロのところ、ホロっていうのをこう、
いう、まあ、大体子育てしてる人だから分かると思うんだけど、ベビーカーのこう、日よけみたいなやつのところに、タンとかさ、ゴミを置いていくやつぐらいだったらいいけどさ、タンとかガムとかさ、くっつけるやつとかいたりとかしてさ、マジにどんだけ腐ってんだこいつは、みたいな。本当に、あとなんか因縁つけてきたやつとかさ、大体なんかあの、子供がいたりとかしたら、なんかあったりとかしたら、お子さん大丈夫ですかとかって言ってくるのが普通なのに、なんか喧嘩売ってきたりとか、なんかさ、すっごいなんか、私は因縁つけられんだよ、よく。見た目が弱ってそうに見えるか、なんか因縁つけやすそうに思えるのかで、でも実際さ、むちゃくちゃ私、因縁つけられたらさ、倍返しにしてさ、戦うタイプだからさ、絶対なんか弱くないのにさ、弱いと思ってさ、弱者だと思って、なんか喧嘩売ってくるやつとかがいるんだよ、マジに。ほんとなんかムカついて許せなくてさ、まあ、多分なんか喧嘩したら絶対、勝つと思うんだよな。本気出して頑張れば。なんか、格闘技とかやってて、プロレスとかさ、だから、ボクシングとかやってる人はちょっともう無理かもしんないけど、でも多分、本気になってさ、すげえ頑張れば、多分なんか自分よりも背の低いさ、身長が165センチぐらいの男とかだったら、絶対勝てるような気がするんだよな。本気出して、頑張れば。うん。まあ、武器とか持ってたら無理だけど。なんか、あとさ、私さ、なんだっけ、裁判官の判決がムカついて、裁判官がトイレ、おしっこのかなんかしてるときに、モップで、ぶったたいた、ババアとか言われたときはあんだけどさ、あれ、マジに、誹謗中傷でなんとかできないんですかって言って、弁護士に言ったらさ、弁護士自体が、もう、なんか、肩震わせて笑ってんだよ。マジに。いや、だから私じゃないじゃんって言って。なのに、もうなんか、肩震わせて、もうそんなの、いちいちそんなのなんかね、いちいちそんなの相手しない方がいいですよとか言い、たしなめられたんだけどさ、なんでさ、判決が気に、それね、ググれば多分出てくると思うよ。なんか、判決が気に入らなくて、なんか、便所掃除のムップみたいなやつで、襲ったね、ババアがいるんだって、おばさんが。それが私だ、みたいなさ、もうふざけんなよって。どうせそういう判官に判決が気に入らなくて、そんなことしねえよって。もう、あれ、なんかすげえ、なんか、すげえの言われ方だよなって。なんか、思った。いや、という、なんか多分すっげえ、喋らない陰キャのさ、なんかすっげえなんか陰キャのどう思ってんのかわからないけど、超陰キャだと思ってたんじゃないかなと思うんだけど、全然陰キャじゃねえんだよ、マジに。喋れないさ、陰キャのさ、なんかあれ、なんじゃねえのって。いや、マジに、もう写真とかなんかって、私のなんか写真とかなんか撮ろうもんなら、もうなんか私、スマホをさ、常に3台は持ってるからさ、3台のその場でライブ配信するぞ、みたいな。もう動画で撮れまくってやったんだ、マジに。クソババアも、とにかく。なんかさ、なんか言いましいたよ、なんか。なんか、その、大元のババアに、ご機嫌を取るために、なんかあいついましたよとかして、なんかまず LINE をね、してね、まずあいついましたよみたいな LINE をした後、なんかカメラこっち向けて写真撮って、で、結構盗撮される時ってわかるからさ、芸能人の人とかも結構わかるって言ってるじゃん。本当にわかるんだよ。わかるから、今撮りましたよねみたいな感じで、今撮りましたよねっつって、まず睨んで、追っかけてったらさ、もう全力出して逃げやがってさ、それが日本橋だったかなんかで、日本橋だったかな、どこだっけな、荒川だったっけな、ちょっと覚えてないんだけど、結構、こう複雑な、なんかこう、すぐ角とかがあったりとかしてさ、逃げられちゃって、でも誰が撮ったかっていうのは、こいつだっていうの分かってるからさ、もう次、ないぞ、お前、みたいな。いや、その写真とかがなんかが流出したら、もう即訴えてやるからなっていう感じでさ、
思ってたんだけど、そしたらなんかもうビビっちゃって二度と なくなったね。もうなんかあと こんなにスマホが普及してくる、なんかストレージとかの問題でさ、ずっとさビデオモードでこう配信しゃべりに配信するっていう時代じゃなかったじゃん。で今はもう何かあったらもうビデオわーっとつけてずっと一部始終録画するぐらいの、あのスマホのスペックだったりとかするじゃん。その前とかはボディカメラとかで、それもでも検証で当たったんだよ。見守るねとかっていうカメラが当たって、でここにカメラのとここうやって仕込んでさ、あでもあれなんか見守りカメラっていいかもしれない。なんかあの自走の面談とか行く人とかいいかもしれない。必ずね、公務員との会話とか録画録音必須だと思うよ、マジに。その証拠がないと何もなんかこう後からさ、これはちょっとどうだとか言えないからさ、うん、なんか書いとか、なんかもう本当になんかあの思いついたら書いとこう。本当になんかちょっとそのさ、録音機材とか全く分かんないとかさ、それね、通話録音どうしたらいいんですかっていうのもさ、私も iPhone だから通話録音簡単にできなくて、結構なんかどうしたらいいのって思ったりとかするんだけど、まあそのうちどんどんなんか機械とかがさ発達していくんじゃないかなと思ったりとかする。もう今だって車とかもさ、ドラレコとかがあったりとかするからさ、なんかやられたら全部なんかカメラで証拠が残ったりとかする時代じゃん。もうだからなんかあの悪いことしてなければ何も問題ないんだよ。嫌なことされたら速攻なんか保身ができるっていうさ、なんかもう、うん、もうなんかでも、あ嫌だった、マジ嫌だった。なんかそのクソジジイが、そのクソジジイが成敗されたっていうなんかあの記念の日なのに、もうなんかこう不甲斐なく私はね、顔をぶつけて、顔なんかこうどこにぶつけたのって、柱にぶつけて転んだんだよ、肩から。でだから首とかも上がらなくて、今日もまあまあ痛いんだよ。なんか口とかこうちょっと開こうかなっていうと、ちょっとここのこうおでこでしょ、おでこ、鼻をね、ちょっと鼻を経由、鼻は大丈夫だったんだよ。おでこ、目のところ、口のところ、口のこのなんかの、何、鼻の下からの、こう、鼻の下のここと唇が負傷したんだよ。鼻を回避してるところがすげえなと思って。こう鼻骨折するとむちゃくちゃコーラみたいになるから、鼻骨折したことありますか？私、鼻からね、あの点滴してて、鼻からこけて、鼻骨折して、鼻にギブスしたことあるんだよ。あれ、鼻のギブスマジに辛かった。鼻の骨を折ると、ものすごい鼻がコアラみたいに なるし、鼻のギブスって、ここの鼻の小鼻、むちゃくちゃさ、ギブスって取れないから、そこからなんかこう、野生の匂いがしてくるの、鼻だからすぐキャッチできるんだけど、顔とかも洗えなくて、ものすごくなんかあの、苦しいんだな、あれ嫌だったな、ね、なんか、こう今まで生きてた中で、痛かったの、鼻の骨折は痛かった、鼻はマジに痛かった、顔は痛いよ。今日だか整形外科行った時もさ、顔は、あの、形成ですとか、なんか言われて、いやいやいや、あの、首はって、首は大丈夫って、首と肩はって言って言ったら、首と肩は大丈夫。いや、だからまず最初に多分ね、顔からね、多分ガンってぶつかったと思うんですよ。あまりの痛さになんかどうやってぶつかったかはちょっと覚えてないんだけど、今すごい痛いのは顔とあの首と肩なんですみたいな。腰は治りましたかって、あもうその件は解決しましたって。腰はもうとりあえず一旦大きい腰もねこけたんだよ、つるんってあのケツからガンって。右、その時は右、今回左、今なんかもうシクシク痛いんで、だからなんか湿布と痛み止めが処方されて、ああそれを打ち身ですねって言われて、もう本当に踏んだり蹴ったりだよマジに。あと眼科と言ってきて、なんかもう医者が2個ねかぶる、特になんかあの眼科とかめちゃくちゃなんか時間かかるからさ、
大変だったよ。すごいなんか爽やかな先生にさ、こんにちはとか言われたんだけどさ、こんにちはって。で、なんか頑固、最近さ、私が行く医者、YouTube やってんだよ。で、眼科のさ、あれに入り口のところにさ、YouTube 始めましたって書いてあるから、どんな YouTube なんだろうと思って、待ち時間がクソ長かったから、それ見てみたらさ、すっごいグロい YouTube で、うわ、これ見れないわ、みたいな。えぐかったよ。意外となんかバズって、医者でバズってるのって、高須美希也バズってるね。私意外と高須美希也好きで見てたんだよね。あの、美容、整形のどうのとか語ってるやつとか、あの全然なんかあの、高須美希也が、なんか犬とじゃれてるやつとか、なんか秋田犬みたいな飼ってて、犬とじゃれてるやつとか、ペヤング食べてるやつとか全然興味ないから見なかったんだけど、見てないんだけど、高須美希也の、なんかあの、なんか美容に対しての、なんかこう、アンサーみたいなやつとかよく見てました。見てました。けど、まあ確かにそうだな。だからミキヤも一生懸命頑張ってさ、あの、ペヤング食べたりとかさ、あの、毎日毎日何かしら投稿してみたいな感じでやってたのに、なんかやっぱり自分の興味のあるタイトルでお話じゃないときはスルーしたもんな。申し訳なかったな。私は今、なんかこう、食べ物のこととかさ、もう検証以外のことは全然見てもらえてないからさ、すごいそこら辺がちょっと自分なりに悩みだったりとかするんだけど、しょうがねえよ。人ってみんな忙しいわけだからさ、その忙しい時間をいただくのに、やっぱりなんか、そんな興味のない話をされてもなってところは確かにあるかな。うん。で、これは何なんだろう。今気がついた。スイートなんとかです。話が飛んで本当に申し訳ない。なんかあんまり調子は良くないんだけど、まあ、気分はね、上々ですよ。マジに。ああ、嬉しい。ああ、嬉しい。成敗されて。ざまあ見ろみたいな。うん。本当に。なんで私らにさ、あの、その後、お知らせが来っかなって。あ、まあね。なんかこういう風に貼っちゃったらさ、ビリってやるのちょっと嫌じゃん。あー、黄色と白の、何だろうこれ。スイートモグモグって書いてある。どこかへ出かける様子の魔女と相棒の猫。あー、これ知ってる。何これ。あ、スイートモグ、あ、知ってるとか言って全然知ってなかったやつ。何これ。カタログ、なんでカタログギフトまで入ってる。あ、スイートモグモグのケーキとかパンケーキとかな。あ、すごい、ごめんね、見入っちゃった。あのねカタログです。行こか。私ね、フラッシュカード得意なんだよね。何食べたい？セッパー甘いもんなんだけど、あの、マジに私、もうむちゃくちゃ歌詞が好きな人っていう誤認をされてるんだけど、歌詞ばっか、なんかね、すっげえなんかね、歌詞食べてる人みたいな、なんか寝ながら多分歌詞食ってる人みたいな認識みたいなんですけど、歌詞全く食べない人です。あ、これ食べたことある。すっごいね、濃厚で美味しいよ。あ、これも食べたことある。ああ、あ、こういうの流行ってんの今、手作りモナカ。やばいじゃん、モナカ。モナカってさ、食べると口のここのところべっとりくっつかない。あの種屋のモナカとか、超種屋もいただくんですけど、
ピュアトロベリートロって書いてあるよ。おお、ケーキみたいな。あ、痛い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 。これ痛い。ビアードパパ、ニサート、ニソウ仕立ての、すっごいいっぱいいろいろなものが入ってる。よー、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 カタログギフトまでいただいた。お誕生日というかもう、お誕生日プレゼントをいっぱいいろいろいただいて、いやー、ちょっと、12年前の今日は、多分ね、朝一で行ったんだよ。もう一睡もできなかった。私なんかの、その、夜から全く寝れないタイプの緊張して前夜、ダメな人だからさ、もう超なんか、もう緊張して、寝ないで、朝、黒子さんに連れて行かれて病院に行って、一世のせいみたいな感じでさ、あの、病院に行って、一世のせいで、なんかあの麻酔じゃないけど、管で麻酔みたいなやつで、陣痛促進みたいな感じで、計画出産だったのに、生まれてこなかったっていう、ものすごくね、あの、これね、産むのにね、楽に産むよりも、痛い思いした方が多分ね、いいと思うよ。二度と産みたくないと思うもん。もう最高に痛かったしさ、もうその一歩一歩歩くのがむちゃくちゃなんか辛かったし、座るのもさ、なんかドーナツクッションみたいなやつ、なんか地みたいな感じのやつ。で、震災の時だったんで、アフター震災みたいな感じのガリッガリッガリのものがなくて、水もなくて、で、なんか生理用品とか、おむつとかそういうものとかもなくて、ガソリンもなくて、みたいな時に退院して、もうなんか、黒子さんはどうしてもなんか生理用品みたいなのだけはちょっと買えないって言われて、で、産後ものすごいなんかずっと、あの、生理用品みたいなのを使う感じなの、1ヶ月ぐらいなんか、もうなんか1年分先に、先払いみたいな感じで、多分 1ヶ月半ぐらい、多分なんか、生理のなんか最強バージョンみたいなのが来るわけよ。それでさ、あの生理用品みたいなのを買ったんだけど、買うも何もさ、一回の買い物で、もう立って歩くのが一歩一歩が踏みしめるようにしか行けなくてさ、店の横につけてもらって、すごい悲痛な感じで生理用品を買ったのよ。なんか、あの、4パックみたいな。4パックぐらい買ったのよ。したら買い占めだとか言われてさ、すっげえムカついて。でもう、すごいなんか、ちょっと店長呼んでって言って、結構あんだけ弱ってるのに、産後だよ。産後病院出て、帰りに車で、あの、薬局に寄ったドラッグストアで、なんかいきなりなんか買い占め扱いされて、生理用品の買い占め。とか値段とかそういうんじゃなくてさ、私今産後なんだよねって今病院から出てきたばっかりの産後なんですよこれって言って、ただのデブだと思ってるって言って、いや、あの産後ってね、お腹で急にペコーってへこまないんだよ。まだね、あの妊婦みたいな感じで大してお腹へこまないんだよ。え、3キロぐらいブーってなんか出した後だから、お腹ってペコーってへこむかと思ったって思うんだけど、いや、なんか普通にふっくらしてて、なんか、まあ、臨月みたいには見えないにしても、まあまあなんか腹出てる感じで、私はなんか全然なんか妊娠出産とかは周りから悟られなかったから、常にデブだと思われてたのかな、みたいな。すごいなんか、うん、結構シークレットに、妊娠出産をした口だったんで、全然気がつかれてなかった。ただ、あの、なんか、つるっと滑りそうなさ、ところとかは避けてたりとか、あの、あんまり立ってないで、なるべく座ってたりとかして、あ、なんか、あ、こいつよく座ってるやつだな、みたいな感じで、なんか、睨まれたりとかしてたけどさ、睨むも何もさ、立ってらんねえんだよ、しょうがねえだろって、でも、妊婦ですみたいなことは言わなかったんで、だから、あ、こいつ座ってるよ、みたいなさ、まだそんなに、うん、今のポジションが確立する前だったから、あ、年中こいつ座ってるよ、とか、なんか年中こいつなんか、あの、
サボってるよみたいな感じでは思われてたんじゃないかなと思うけど、妊娠出産は全く悟られてなかった感じ。うん。なんか、だから、だから同時期に妊娠出産でもう最初からさ、もう妊婦ですとかってアピール、まだ全然お腹とかも出てないのにさ、やっぱ2ヶ月とか3ヶ月とかなったかならないかから、もう検査薬使って陽性が出た頃から、妊娠しましたみたいな感じで言って、すごいなんか妊婦オーラでさ、何でもかんでも優先してもらうタイプの人と、最後まで言わない人と、これもね、いるからさ、いるんだよ、マジに。浜崎あゆみもそうだったみたいな。産後2日からなんかライブやってたとかっていうのは、偉人だなと思って。うん、いや、産後は私は無理だったよ。1ヶ月ぐらいマジに、家の中引きこもっていたので、もう無理だったよ。あれは辛かったもん。で、なんか、歩けなかったね、マジに。だからあの時の、退院してきてから、退院とかだって、うち、なんかたまたまさ、なんかちょっと知った人でさ、産後、帝王切開で、電車とバス乗り継いで帰るっていう人がいたんだけどさ、それもなんかその、男がバス代ケチって歩かされたとか言ってたんだけど、うわ、そんなん絶対ありえないから、マジに。うちはもうドアツードアで、そのちょっとの薬局での、そのなんか、生理用品買う時にピキッピキッってなんかムカついて戦った以外、もうそんななんか、外なんか歩くとかさ、電車乗って帰るなんて、絶対無理だよ。歩くなんて絶対歩けねえよ、そんななんか。もう、店の真ん前に車つけてもらって、行ってくるわって言って、のっそ、のっそ、のっそって、もう一歩一歩なんか踏みしめるみたいにしか歩けないからさ、こうカニ歩きみたいな感じで、のっそ、のっそ、のっそって言って、もうその生理用品だけ買って、はいって言った時に、買い占めですって言われたの、あの時の。もういいか、店長呼んでもらいますって言って、これで買えないとかって、それはないでしょみたいな。証明しましょうかって、今入院、退院してきたばっかりで、これ、必要な人に、は、必要なんだから、みたいな。これ、買ってさ、買いだめしてさ、それを備蓄するとかさ、転売するとかさ、そういうんじゃなくて、もう、絶対必要なんだからさ、みたいな。何よ、みたいな。なんかそういう、なんか、ペーパー系がね、なんか震災とかそういう時になくなる、あれがあるからさ、あの時のどうなんかもうマジで、あれ思い出すな。なんかな、ほんと人間心が狭いやつって心が狭いからさ、なんでこの人これだけ買ってるんだろうのさ、なんか想像力とかをさ、あれすりゃわかんじゃん、どうかがあれさってさ、もうなんかこう弱々しくさ、そのなんかさ、おばちゃんがさ、元気いっぱいにさ、トイレットペーパー買い占めてるのとさ、明らかにさ、病院から出てきてさ、弱って一歩一歩歩き、なんか踏みしめて、渾身の力で買ってるなっていう、わかんねえかな、みたいな。で、ご飯とかも全然作れなかったから、そのなんか退院後のさ、ご飯って、出前を取ったんだけど、サルバトーレの出前。タレがくそまずかったのとか、あれのイメージで、むちゃくちゃサルバトーレのイメージが悪かった。何食べたいって言われて、パスタって言っちゃったんだよね、なんか、正直に。黒子ご飯作れない人だからさ、パスタって言ったらサルバトーレ頼んでさ、決して安いわけじゃないんだよ。そう、パスタって言ったら、パスタサルバトーレで、なんか、5000ぐらい頼んだのかな？なんかもっと、すっごい高かったんだよ。出前料みたいなやつも取られてさ。それで、なんか、買えば来ないじゃないみたいな。すっげえなんかわがまま言ってた。いや、ほんとなんか、今思うと、いやー、こんだけなんかわがままなやつを野放しにする、やつはすげえなって。すごい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 。本当にすごいなって思った。
なんだろう、お腹壊してさ、トイレにまで間に合わなくてさ、漏らした時もさ、汚い話や漏らした時とかも、ちゃんとなんか解放してくれたしさ、なんかでもなんか、最近なんかそういうことの時には、これは、あれだから、介護料2万円だからなとか、最近なんか、金銭をさ、言ってくんだよね。なんだよ、じじい。なんだよ、最近に、さ、黒子さんがさ、2万とか言ってるよって、なんで2万とか言ってんのって。母ちゃんが、あれしたとかのここを掃除するのに、2万とか言ってるよって、言わしとけとか言ってはいますけど、平和です。ということでですね、98でしょ19日は辛かったんだよ。だから12年前の19日はもう一番、だから辛かった日だよ。19日は一番辛かったですよ。18日にもうすでに点滴の、管が入ったまんまだ。で、18日寝かされて、で、19日は、管つけたまんま、は朝から晩まで苦しんで、20日だから、生まれたのが。18日は朝からだから、まあいいけど、19日は、一昼夜ずーっと、辛かったです。ということで、何を言いたいのかよくわかんないですけど、本日もご視聴。お腹が鳴ってるけど、これね、お腹が鳴ってるけど別に腹減ってるわけじゃないんだよ。腹が鳴ってんだよ。くー。超不思議。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。クリスを超えた。